さあ、それではこれから第7リフトコースへ向かう新しく、切り開かれた、連絡コースに入りたいと思います。第8リフトを降りまして斜めに向かって行きますと、このような幅広の連絡コースが続いています。ほぼ平坦です。今は圧雪が入ってませんのでデコボコですが、よいしょ。さあ、ここから、ゲレンデに出ます。まっすぐ横切りまして、たどり着きましたのが旧第7リフト沿いの木島平のコブコースです。1月4日には、ここを使ってまずは、足慣らしのコブ作りを始めたいと思います。1月5日からの、1泊2日コースも基本的にここのラインを使って練習していきたいと思います。よろしくお願いします。